はい、上野養魚場さんの昭和、2歳メスでサイズの方が51センチです。お願いします。はい、この鯉は結構ですね、見た感じちょっとこうシンプルな感じの鯉なんですけども、結構ですね、要所要所ポイントを押さえてて、まあ面の入りもまずいいですし、目に質もいいですよね。で、墨もこう結構、まあこの辺はまだ出てないですけど、ちょっと重ねとかで出てる墨はすごくツヤがあって綺麗ですし、まあ元黒も綺麗に入ってますし、結構ですね。ほんでここが面白いですよね。案外このままこうつながるのかなみたいな墨が入ってるんでですね。でこういうところが出てくるとなんかこうすごいこう全然違った鯉のイメージになるんじゃないでしょうかね。はい。綺麗にまとまった昭和ですね。そうですね、はい、なんかこうすごくこう魅力のある鯉だとは思います。紅質なんかもですね、すごいツヤもあるし、いい紅してますし、もうすごくこうあんま欠点もない感じですね。このまま大きくなってくれれば本当面白いんじゃないかなと思います。はい、それでは横の方もお願いします。はい、よいしょ。墨も結構綺麗そうですもんね、これはですね。白地も綺麗だし、こうやって元黒がこうしっかりなんかあると、なんかこうやっぱ昭和締まりますね。でもそうですね、なんかこういい鯉だと思います。本当にこの斜めにこう墨が入るといいですね。そうですね、ここがなんかこんな感じでこう来るのかなみたいな沈み方してるんでですね、いずれにしてもこう頭の隅次第ですごいこう派手になるんじゃないでしょうかね。はい、いかがでしょうか。ぜひよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。